日曜日初めてコラボ動画がヒューガさんのチャンネルで上がるよ。楽しいトークをぜひご覧ください。ジュゴンです。さあ恒例となりましたチャンピオンズリーグが第4節終わりましたので、週間 FP 予想のお時間。こんな感じで週末にはね CL あれば予想やっていきますし、月曜日週明ければリーグの方の週間 FP も予想やりますので、ぜひチャンネル登録高評価で応援ください。合わせてどうぞ。さあ今回の第4節の結果はこちらになります。まさかのシティがスポルティングに負けたり、パートナー対決で結構話題になったインテル対アーセナルはインテルの勝利、パリアトレチコ、シャビアロンソ監督のフルスとの対決、リバプール対レバークーゼン、あレアルミランも結構注目されたよね。レアルはかなり苦しいですね。さあそちらを経て順位はこうなりました。なんと4連勝はリバプールのみ、2位はスポルティング、3位モナコ、まさかの日本人が所属しているクラブ3つが 1-2-3 を独占、好調を維持していますね。さらにブレストが頑張ってます。勝ち点10、インテル、バルサなどパートナークラブが続いて、パリが25位、かなり苦しんでますね。さあ今週も日本人の活躍をチェックしておきましょう。遠藤選手は試合出れませんでしたが、まあ怪我の選手を除いて、まあ試合は何らかの形で関わることができたかな。その中セルティックはゴールを決めてる旗手選手、週間 FP の予想といきたいところですが、少し前に来たんだよね。できたらゴールした時に来てほしかったですけどね。初ゴールを記録してるんで、また別のタイミングでね登場してもらいましょう。では早速ポジション別で見ていきましょう。まずはゴールキーパー、非常に迷いました。ミランのメニャンにするか、アトレチコのオブラクにするか、頭をぐるぐる回転させたんですけど、今回はメインパートナーからミランのメニャンにしました。両チームとも注目のビッグマッチ。ミランはレアルとの一戦3対1で今季2勝目を挙げています。失点シーンもまあ PK と仕方ない部分もあったと思うんで、これは急セーブの活躍なら満を持してくるでしょう。ただそのライバルとなりそうな選手がいて、アトレチコのオブラク、こちらも PSG 戦とビッグマッチでバルコラのシュートを右手1本で止めるなど好セーブで安定した活躍を見せています。メニャンで言うと1回習慣化されてるんですね今シーズン。身長能力悪くないんで、まあ低弾道がつくかどうかがポイントかな。さあ続いてディフェンダー行きましょう。今回3人ピックアップで、まずはバルセロナからは組んで、今回ブースター予想でまさかのクロス3発でアシスト、53分レバンドスキーへのクロス、55分にはマイナスの折り返し、76分にもマイナスのパスから後半3つのアシストで勝利に貢献。組んでで言うとおそらく今回ブースターはクロスになるでしょう。攻撃的サイドバックでも守備能力もしっかりと備えられた、まあこういうタイプは攻撃的サイドバックでもかなり生きてくるよね。前回ついていたスルーパスなんかもしっかりとついてくるといいね。ディフェンダー2人目、バイエルンからはキム・ミンチェ。バイエルンはベンフィカとの一戦1対0でした。相手ゴールキーパートルビンに苦しめられ、なんとか1点をもぎ取り、勝利をもぎ取りました。67分、クロスからケインの落としにムシアラヘッドで、このゴールが決勝点になったんですが、まあ、最近ケインもムシアラも来たかなと、そんな記憶なんですが。ってなると1対0、無失点に貢献したマブザマッチのキム・ミンチェ。ミンチェは190センチあるし、まあ、あとはプレイスタイルがどうなるかと。能力はいいよね。まあスキルないところをしっかりと補えるか、そんなとこポイント。ディフェンダー3人目、アトリチコからモリーナ。モリーナはリーグ戦で活躍していて、週間で今回来るかなとは思っていたんですが来なかったんで、チャンピオンズリーグで満を持して登場。同点ゴールは18分、エリアの入ってきて左足のワンタッチ、いい飛び出し見せてましたね。モリーナは攻撃的サイドバックで、今回中に入ってるんでインナーの可能性もあるけど、まあしっかりとした攻撃性能も兼ね備えられた攻撃的サイドバック。まあスキルがちょっと寂しいんでね、まあ、何個か頑張ってほしい。特に最近はまあ守備系も追加されること多いし、そんなところは期待できるでしょう。ディフェンダーその他で言うと、まずはペースベイのフラミンゴ。ペースベイはジローナ相手に4対0と快勝で、今季チャンピオンズリーグ初勝利を挙げています。16分ロングスローからフラミンゴがワンタッチシュートを決めて先制点を奪ってます。ミランからはチャウ。レアル戦で12分コーナーからニアでのヘッドで先制点をもたらしてます。モナコのティロケーラー、確か前回来ましたよ。ボローニャ戦1対0の勝利に貢献。86分。ファーで右足で合わせて1対0のゴールを奪って、これでチームも負けなし、3勝1分け。続いてミッドフィルダー行きましょう。ミッドフィルダーはちょっと癖の強い4人ピックアップ。まずはペースベイからティルマンですね。1ゴール2アシスト、今季初勝利を挙げたこの試合から来るでしょう。16分ロングスローを投げたので、それがアシスト記録になってるみたいだね。33分にはティルマンの豪快な一撃決め切ってます。ティルマンは今回 CMF なんですが、一回来た時は左のミッドフィルダー。サイズもあるし、CMF の方がより使い勝手は良さそうかなって感じ。結構スキルも言うことない、優秀スキル結構多いので、まあ守備系なんかつくと CMF なら嬉しいかな。二人目はブレストからエジミウソン・フェルナンデス。もともとこの選手イーフトではセンターバック登録なんですけど、今回 CMF で出てるんでバグも期待。ブレストは2対1と勝利を、なんと4位につけています。37分先制点、コーナーキックのこぼれ球、右足スライディングダイレクトシュートで
先制点をもたらし2対1と勝利。エジミューソン・フェルナンデスはこのようにセンターバック190センチ、ただ適性は CMF もともとあるんで、まあ、しっかりとしたバグにね期待したいかな。レベル1時点だとまあこんな感じ。ただ比較的足元とかも意外とあったりするから、バグまで行くかわかんないけど、で意外とスキルシュート系なんかもあってかなり優秀なんで、隠れあたりとなるかもしれん。ミトミルダー3人目、インテルからはチャルハノール、まあ、安定した登場になりそうだね。アーセナルとのコナミも注目。パートナー対決はインテルのデュンフリースがバー直撃のシュートを放つも、なかなかゴールは生まれず、逆にアーセナルの方もハバーツのシュート惜しかったな。ビセクが立ちはだかり。前半アディショナルタイム PK を真ん中に沈めたチャルハノール安定の登場です。そして今回アタランタから選んだのはイコロ・ザニオーロ。今ザニオーロってどこにいるのかってちょっと思ったらアタランタにいたんだね。今回途中出場から1ゴールを記録したんで登場に期待です。88分追加点となるゴールを挙げています。ザニオーロでいうと習慣はこのガラタサライ以来だね。結構能力傾向悪くなかったし、まあ、ここにフィジカルなんかが乗ってくると個人的には嬉しいかな。スキルもまあ要所なかったりしますけど、とりあえずスパサブチャンスではありそうです。その他ミッドフィルダーでいうと安定の活躍のハフィーネや、絶妙なスルーパスでゴールを演出したカーティス・ジョーンズ、ミランのレオンなんかもねちょっと見てみたいけど、今シーズンレオンは週刊来てないよね。そして最後入れるか迷った選手で言うとクラブブルヘ、ベルギーリーグの選手なんですが、ハンス・ファナケン、ベルギー代表にも選ばれてる大型のミッドフィルダーが PK ゴールで1対0と勝利に貢献。真ん中に蹴ってますね。52分エミマルの牙城を崩す先制点でした。連勝で首位に立っていたアストンビラを破るクラブブルヘの活躍、もしかしたら登場あるかなと思ったりもします。ラストフォワードいきましょう。まずはハットトリック、外せないのがリバプール。シャビアロンソ監督率いるレバークーゼンとの一戦は点差が開き4対0でした。後半4発で61分のカーティスのスルーパスは完璧だったな。抜け出してルイス・ディアスがループを沈めます。2点目はサラーの右足のクロスからガクポヘッド、3点目83分サラーのクロスからトラップからのルイス・ディアス、4点目こぼれ球をルイス・ディアスでハットトリック達成。負けなしの4連勝でこれで首位に立ちました。ディアスはサイド系はよく来てるけどセンターフォワードは初ですからね。まあどんな育成がされるかと、まあただどんな能力育成されても結構強いと思うから期待できんだよね。あとはしっかりとシュート系とかスキル変更が入るか、そこがポイント。そして絶好調といえばスポルティングからギョケレシ。今回マンチェスターシティ相手に4対1、まさかスポルティングがこんな強いとは。4分森田選手が低い位置で奪われてフォーデンに決められるも、38分スルーパスからギョケレシ、49分には PK、 80分にもゴールキーパーに読まれながらも PK 成功。これで負けなしで勝ち点10、2位につけています。前回リーグで来た時の能力こんな感じ。今回シティ相手のハットならもうちょっと強化されるんじゃない。特にスキル追加はあんま目立ったようなものはないかな。まあワンパとかつくかな。フォワード3人目、セルティックからキューンというウィンガー。セルティックは3対1でライプツィヒを下したんですが、35分カットインからのゴラッソ、かなり足を軽く振るようなキックモーションだったよね。あれはクロス狙ったんかな、ゴール狙ったんだろうか、ちょっとわからなかったぐらい。ポストの内側を叩いてギュンが先制点をもたらします。前半アディショナルタイムにもエリア内でワンタッチ、 CL 今季2勝目を挙げています。ギュンはこんな能力、ウィングストライカーで174センチ、足めちゃくちゃ速いタイプだね。まあウィングらしい感じ。まあ、スキル2つしかないんでね、まあ、何個か追加してほしいものです。フォワードはその他で言うとペースペーからバカ横、安定のレバンドスキーは2ゴール、まあ、最近来たばかりなんでさすがに来ないと思いますが、また安定してます。クロスから2つのアシストをしたリバプールからはサラ、あそうだ、来るといえばミランのモラタ来るかもね。ゴールキーパー弾いたところモラタが詰めてフルス相手に決め切りましたし、あるかもしんないね。リーグの方で来ているルックマン、 CL でもゴールを決めていますが、まあ、2週連続となるので登場はなさそうです。今回の11人予想を並べるとこんな感じ。センターフォワードのルイス・ディアス、ゴールキーパーのメンディアにブースターがつくか、おそらくクロスブースターになるクンデ、ブレストのフェルナンデス、バグ起きるんでしょうか。ギョケレシすごい強化してほしいけどね。久々のザニオーレやキム・ミンジェ、この辺の習慣も見られそうで、どうなるのかまた来週が楽しみです。月曜日にはリーグの方の予想もやるのでぜひ合わせて。今回以上です。ではまた。